富士通富士通コネクテッドテクノロジーズアローズ、レグザフォーン富士通モバイルコミュニケーションズ東芝製のスマートフォンレグザフォーン東芝レグザレグザフォーン、レグザフォーンおよびレグザ携帯は東芝によって展開され、富士通および富士通モバイルコミュニケーションズによって開発されていたワンセグ対応携帯電話端末の相性。レグザフォーンは KDDI、 沖縄セルラー電話連合及び NTT ドコモ向けの Android 搭載スマートフォンの通称で、Regza 携帯はソフトバンクモバイル向け端末の通称である。いずれの登録商標も東芝が保有しており、富士通と富士通モバイルにライセンスする形を取った。アクオス携帯が発売されてから1年後にブラビア携帯、さらに半年後にはビエラ携帯。 ウ形態が発売されたように、液晶テレビのブランド名を冠した、携帯電話の売れ行きは、非常に良かった。そこで、レグザを抱えている東芝もソフトバンク向け端末に、レグザ携帯の愛称をつけた、ソフトバンク 921T を投入した。その前次機種であるソフトバンク 920T や、旧富士通東芝モバイルコミュニケーションズの、発足以降に開発された。 富士通東芝製と富士通製の主に f 0 h c 以降の機種はレグザの技術を反映しているがレグザ形態の相性は関していない2010年にはレグザフォーンとして富士通東芝が Android スマートフォンの t 0 h c を2011年にはイズレイオンを投入したイズレイオンは従前通り AU でも東芝ブランド扱いだったが T-0HC は富士通東芝製、東芝ブランドにもかかわらず、ドコモでは事実上富士通製扱いだった。なお、いずれの CM も富士通名義で行われた。これは、メーカーが富士通東芝であることと、もともとドコモ向けの富士通ブランド機種は、富士通本体のモバイルフォン事業本部が担当しているためである。富士通モバイルの事実上の前身である Q。 東芝モバイルコミュニケーション社はもともと au 向けとソフトバンク向けがメインであり、現在も富士通モバイルは東芝 MC 社のみを引き継いだ状態にある。東芝保有分の富士通東芝株式の富士通への売却が2011年8月に報じられた。富士通と富士通東芝は同年11月。 レグザフォーンのブランドを富士通としてのスマートフォンブランド、アローズに次ぐサブブランドとして活用する方針であることを明らかにした。そのため、T-0HD 以降のレグザフォーンは、正確には、アローズシリーズのレグザフォーンとしての展開となる。アローズシリーズ入りに伴い、ドコモ向けのレグザフォーンは、他のドコモ向けの富士通ブランド端末と同様に、 富士通本体が担当することとなり、いわゆる、富士通レグザと呼ばれるようになる。その後、富士通東芝は2012年4月1日に、富士通の完全子会社の富士通モバイルとなり、東芝は事実上携帯電話事業から完全撤退、2代目、富士通レグザ T-02D を最後に、レグザフォーンの新機種は発表されていない。なお商標は引き続き、 東芝が保有している。T-02D のカタログでは、これが、レグザフォン史上最高傑作と、T-02D が最終機種であることを思わせる記述がある。ドコモでは、ビジュアルを意味する、アローズ V を名乗る F-04E にレグザフォンの面影を残しているが、その F-04E と、同時期に、T、T-02D の生産が終了し、 レグザフォーンシリーズは、市場から姿を消した。さらに東芝が、携帯電話事業から事実上撤退した約5年11ヶ月後に、あたる2018年2月22日には、東芝製テレビの製造を行っている、東芝映像ソリューションも事実上東芝から離れ、ハイセンスグループ入りし、同年10月1日には、富士通モバイルも、富士通コネクテッドに合併されて消滅した。 2012年12月21日にドコモから発売されたフォトパネル A5 はフォトパネル2.0304の製造を担当した花ため技術に代わってデジタルフォトフレームではあるがダイナポケット T-01B 以来約2年半ぶりの東芝製ドコモ向け端末となる AU 向けの東芝製端末はライトプールの次が レグザタブレット a t 5百二2 6階で、その間に約2年のブランクが空いている。ちなみに、フォトパネル01の通信モジュールーム 02F は富士通製。パワードバイレグザというサブネームの通り、レグザの技術を取り入れたディスプレイを採用している。ソフトバンクモバイル向けのレグザ携帯 AU 向けのレグザフォン NTT ドコモ向けのレグザフォン東芝、富士通東芝、 富士通モバイル製、au 向け東芝製、ソフトバンクモバイル向け東芝製、e アクセス向けここでは富士通東芝発足以降の、富士通ブランドワンセグ携帯電話について記述する。東芝の撤退以降に発売された機種も含む。富士通製、NTT ドコモ向け、富士通東芝、富士通モバイル製、au 向け富士通モバイル製、 ソフトバンクモバイル向け富士通モバイル製、E モバイル向け富士通、アローズブランドで2012年にも国内シェアトップへ引く携帯ウォッチ。ありがとうございます。